平成28年12月6日、第18回米食味分析鑑定コンクールで、大会最高位となる国際総合部門で金賞を獲得した中山さん親子が、阿蘇市役所を訪れて、佐藤市長に受賞報告を行いました。受賞報告に訪れたのは、阿蘇市高原の農業、中山道也さん、北斗さん親子で、まず、2人が所属する米の研究会を組織している、阿蘇田園空間博物館の山本理事長が喜びの報告を行いました。中山さん親子は、今月、菊池市で開催された第18回米食味分析鑑定コンクール国際大会に出品しました。このコンクールは、新米のうまさを競う国内最大のコンクールで、今年は国内をはじめアメリカ、中国からも出品され、お米のオリンピックと言われている大会です。中山北斗さんはピカマルという品種を出品。見事、大会最高位となる国際総合部門の金賞に輝きました。金賞を受賞した北斗さんは、受賞の喜びと今後の抱負について次のように話しました。地震や噴火がある中、このような素晴らしい賞をいただくことができて、すごい光栄に思っています。で、この賞を受賞することによって、その人たちに元気を与えられたかなと思っております。地震の あったせいで、やっぱ心が折れそうになったんですけど、その中でやっぱ一生懸命やったので、この賞は特別だなと思います。父の技術をすべて吸収できるように日々努力していきたいと思います。